何をほうけているんです？これぞ水と一体になり身を潜める水遁の術。しかしただ逃げ隠れるだけが忍びではありません。さあ華麗なる忍びの妙技、とくとご覧あれ。ただ守られるだけの小娘と油断してたみたいだね。でも残念、人を欺くのは忍者のお箱。どんな手を使おうと主様をお守りするのがアンナたちの使命。さあこの刀の錆にしてあげるよ。ありがとうございます。でもまだ課題も多くて、もっと忍者らしく見えるようにならないと。アンナはかっこいいと思ったけど、静かすごいね。ありがとう。アンナ、前に借りたあれまだ借りてても大丈夫？うん、いいけど。よくわからないけど、あれ参考になる？もちろんゲームです。忍者が題材の作品で、ジャンルはマスター忍者。スタイリッシュでハイスピード、派手なアクションが売り。撮影が決まった後、久しぶりに遊んでて、そしたら静子がやってみたいって。私はゲームには詳しくないんですけど、アンナが操作してる忍者がすごい動きをしていて、もしかしたらドラマの参考になるんじゃないかと思って、その場で頼んで貸してもらったんです。ネットにプレイ動画が、あった、これ。今このキャラが使った技、もう一回見せてもらえる？回し蹴り、旋風起こすやつ、これかな。そう、これ。蹴り上げ方がすごく綺麗だなって。この角度だとすごく映えるのね。アンナ、性能しか意識してなかった。新発見です。静か、アンナも気づいたことあったら言うようにするね。ええ、よろしくね。